ピンバッジに持たせようぜ、これ。コタジドラゴン、ルール関与。いや、これは、前に、ここ飛べるやんって思うけど、ここで飛ぶやつ、二流です。コタジドラゴン二流です。普通に本名。え、味方強ない？なんか。シューマイくんとコタドラくんがいる。もう負けないでしょ、じゃあ。このメンバーだったら、このメンバーだったら、噛んだけど。まあ、一旦ね。ナイス、コタドラさん。うん。いや、無理だー。かわいそう。もうラグ、それラグやん、かわしてんのに。やばい、ノリノリなわさびノリが一番強いという衝撃の事実、これ。飛んでる。嘘でしょ。まあ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 、ミムメモもう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 。カウント取ってから勝ち切る動きうまいから、金バッジの方々って。金バッジに持たせようぜ、これ。コタジドラゴン、ルール関与。いや、そうそう、この場面で、いや、これ地面からトレネ生えてくるやつだ。これアイテムうめえんだよ、なんか。コタドラ襲われてる。おー、一旦割って、ローラーめっちゃうまいな、っていうかこれ一番うまいな。ここ消えてくれるとすごい助かる。今の間に合ってないんだな。なんか水没してるやついたけど。ああ、ああ、危なっ。いや、コタジドラゴンもう全部持つ、全部持つ顔になっちゃった。やば、やばやばやば。ごめん、ごめんなさい。いや、この人さ、いや、そうなんだよ。着地枯れないんだよ、この人。なんかちょっとラグいから。豆太郎さん。強っ。絶対俺が持った方がいいでしょ、というか。はい、はい、行かない。敵強いな。
はい。はい、ここで絶望の1カウント進める。いや、これは前にここ飛べるやんって思うけど、ここで飛ぶやつ二流です。こっちはドラゴン二流です。ここでしっかりと自陣をマイホームにして、はい、ここでパージ流してこう隠れる。でも相手は絶対パージ怖いから、あのパージをクリアリングしてどんどん下がっていくんですね。俺とコタジのヘイト&プッシュ。はい、ここもしっかりとヘイト&プッシュ。俺とコタジのチカコタ、チカコタドリーム。はい、ジージープロありがとうございました。アサリのルール自体は俺ヤグラホコより全然面白いと思ってるんだけど、なんかアサリ人気不人気だよね。なんでなんだろう、なんでなんですかね。アサリはつまらないという先入観にとらわれてないか、みんな。あ、帰れ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 、よし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 、偉いぞ。スパタンが機能している。当たってるよ。ええ、あ、あ、そう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 。いや、デンタルワイパーはキャンピングシェルターで培えない欲望を全て解放してくれる、この武器は。いやー、ちょっとあかんかったか。バリアもそうだけど、マジ強えんだよなこの武器。嘘嘘、強すぎる。やりたいこと全部できる。
いや、この和傘の人うめえんだよな。味方の、バカ武器や、さすがに無理そう。いやでもそのジャンプで、あお、いやーこれ飛んじゃいけないっていうのは分かってるんだけどな、飛んじゃうんだよな、通るんだよな。そしてなんかアサリ意識高いな、みんな。スメーシーワールドアサリを楽しむ方法を見つけました。デンタルワイパーを持つことです。えっ、この頭ギアつけてる人いたんや。